さあ、礼文島佐渡島と来ましたね。中国地方あたりまで来ましたら、先ほど清水さんちらっと沖ノ島と言ってしまいました。沖ノ島もやっぱり何かこう魅力的な部分を持ってそうですね。沖ノ島はやはり行こうと思ったら、そのまあ飛行機もありますけれどね、やはり境港とかですね、その近くの七里港っていうところから、まあ、フェリーだとやっぱり3時間ぐらいで行くんですよね、でやはり沖ノ島も日本海に浮かんでる、その本当に離れ小島みたいな形の、そんなに大きな島ではありません、佐渡島に比べたらですね。で確かに島が、まあ、5つぐらい、まあ、点在しているような感じで、それぞれグループが分かれていくわけなんですけれども、うん、特に一番大きな島で、まあ、道後って島の後ろと書いて道後という、うん、エリアにある島が一番行政区で一番大きい島なんですけれど、はい、そこの島の中央部分というのはですね、原生林がまだ残ってるんですよ。でその原生林の中を歩いたりとかするような、そういうトレッキングなんかもできたりとかするんですね。ほんの小さな島にもかかわらず、それこそやはりその原生林が残されるぐらい、そのまあ冬場は厳しいその自然環境があったりとかするんでしょうけれども、あんまりたくさんの人が入っていっていない、並びに沖ノ島なんて、ね、今その人口減少に苦しんでるぐらいですから、ですからそういったようなところで人の手があんまり加わらないところが島の口の方にまだまだ残っているっていうね、そういう魅力が島だけに、海もそうなんですけれども、うん、島の中の森とかあとは山とかですね、うん、そういったところにもまだまだ人の手が加わっていないようなところはですね、うん、佐渡島にも実は あるんですけど、沖ノ島にもあります。それはですね、すごいですね、まあ、道後という島の後ろと書く道後というエリアには原生林がある、ね、他にも沖ノ島ってしありますよね。そうですね、その道後に比べて、はい、もう一つの、まあ、グループっていうのは道前、島の前と書くんですけど、はい、これが大体4つの島があるんですけど、その中の一つにですね、まあ、後鳥羽上皇が島流しにあったりとかして、ね、こちらも島流し、こちらも島流し、並びに道前の方はちょっと変わったところでは西川峰子さんの出身地であったりとかしてですね。そうでしたね。そうなんです。で西川峰子さんがね、そのご主人が、こちらの自治体 その町会議員かなんかされてたり、今はもう残念ながら離婚されたみたいですけど、一時はね、その西川峰子さんを介してこの沖ノ島の魅力みたいなものがね、随分と言われましたけど、まあ、後鳥羽上皇が流されたりとかすることによって、その、西川峰子さんなんかも結構 PR してましたけども、いわゆるちょっと昔の都文化みたいなものがやっぱりその少し残っていたりですとか、である程度そのなんですかね、まあ、宮家に近いようなと言われるような神社ですとか祠があったりですとか、やっぱりそこには伝説が残ったりですとかみたいな形のですね、ちょっとそういう意味合いにおいては、まあ、今までの島と比べてもですね、ちょっとその上皇が流されているということなので、そういう逸話的なものがですね、物語がこの沖ノ島にはたくさん残っているっていうのはですね、沖ノ島のもう一つの魅力かもしれませんね。なるほど。まあ、歴史の上では悲しいものだったかもしれませんが、まあ、だからこそその都人が行ったことによって、その地に生まれてくるものっていうものもそうですね、あるわけですよね。それ昔はやはりもう沖ノ島とか佐渡島に流されてしまったら、うん、もうそこで、まあ、命はつるっていうぐらいのような、そういうふうなとこだったと思うんですよね。手漕ぎの船しかないでしょうし、情報も全く入らないでしょうし、はい、で食べ物から何から習俗から何から全く違う、もう別世界に行ってしまうっていう感じですよね。で、まあ、それを受け入れた側のその昔のその島の島民の人たちは、それこそ都から違う文化を持ったような人たちが、まあ、流されるって形であったとしてもやってくるわけですよね、はい、そうするとそこには当然少なからず交流があったりとかする。そうするとやっぱり純粋培養されていくっていう風な形のことってのはあろうかと思うんですよね。不思議なことにやはりどっかの、例えばその政治的にいろんな国がですね、分裂して、で一つのそのグループが亡命したりとかしますよね、うん、亡命した先っていうのはやはり自分たちのアイデンティティをその守ろうということで、非常にそこで純粋的に自分たちの伝統文化を守ろうとしますよね、うん、ところがその本国の方では意外と経済その開発みたいなものが行われてしまってですね、昔ながらの伝統文化がなくなっていくとかですね、離島の場合にはおそらくそういうその都人が持ってきた文化と、もともと持ってた島民の文化が、まあ、融合するんでしょうが、はい、他からなかなか刺激がないだけにですね、ある一定の期間その自分たちの文化がぐーっとですね、やはり、まあ、内向きかもしれないけれども、その非常にその研ぎ澄まされていくっていうですね、そういったようなところが、まあ、離島なんかにあるんじゃないでしょうかね。
またやっぱりそれが楽しみになってくると守っていこうという動きも、ね、というふうな、動きもね、あろうかというふうに思いますよね。はい、今日はこの日本海側の離島というのを巡ってるんですが、清水さん、ここも日本海側になるのかな。私以前からその離島というところで気になってるのがですね、あの長崎にある五島列島、はいはい、これも海流でいうと日本海側の流れ、そうですね、日本海の方の海流で、厳密にはだね、ちょっと違う、ちょっと違うのかもしれませんけども、でもまあその、まあ、裏日本っていうかですね、裏日本の日本海文化の、まあ、その影響を受けてるっていうふうに言ってもいいとは思いますけどね、五島列島はですね。五島列島はどんな魅力が、五島の魅力っていうのはですね、やはりあの先ほどお話しした、やはりその離島がその持ってるその純粋培養されていくっていう、そういうふうなもの、例えば文化であったりとか自然環境であったりとかすると思うんですけれども、はい、その純粋培養されていく中の非常にその、その大きなその要素っていうのは信仰心かもしれませんね。でこの五島列島っていうのはその隠れキリシタンの里として非常にあの有名なとこなんですよね。そうだ、そういえばそうですね。じゃあ今までにこうこう見てきた礼文、佐渡島、沖ノ島とは違ったこうカラーというのがそこにはある。そうですね、やはりその九州本土からですね、そのキリシタンの迫害を受けたような人たちがその五島列島の方に、まあ、船で逃げてくるわけなんですけど、まあ、その五島列島にはもともと人が住んでたわけですね、でそういう人たちは平野部に住んでるわけなんですけど、ですから新たに逃げてきたような人たちはそういう人たちに遠慮しながらですね、非常にその生活立地の悪いような岬の突端ですとかね、そういったところにその住まいを設けたりとかする、でもそこでやはり忘れていなくて、やはりその一番大事にしようとしたのが信仰心、信仰心を曲げないために迫害を逃れて逃げてきたわけなんで、そこがやっぱり自分たちのアイデンティティですよね。ですから今でも五島列島のいろんな、まあ五島列島っていうのはその入り江が、入り組んだ入り江がたくさんあるんですが、そこの入り組んだ入り江の突端の岬の突端に小さな教会がですね、いっぱいあるんですよ。でそういうところはほとんど今人家から言うとですね、個数的には10個とかですね、15個とかとなってくると、ほとんど、まあ五島もその過疎化が進んでるんで、1人1個に2人としてもですね、20人とか24、5人ぐらいでその教会を守ってるっていうですね、そういうふうなところが非常にその島内いっぱいあるんですよね。ですからそういうふうなところっていうのは日本中探してもおそらく離島の中でそういうふうな風景を持っているっていうんですか、そういうふうなところっていうのは五島ぐらいしかないんじゃないでしょうかね。またちょっと違ったこう異国の気分も味わえるという。そうですね、まあ、でも島だからこそ、その行く手段も今回も船でもう3時間ぐらいはかかるところばかりですよね。そうですね、やはり、だいたい船でそれぞれがフェリーだと3時間ぐらいはやはり一番近い港からかかりますよね。それだけやっぱり離れていると、まあ、その本土というその、清水さんのおっしゃった日本の私の私たちが分かる大きな地図のところに暮らしているものからすると、やっぱり情報も、ね、入ってきにくい場所でもあるでしょうし、今でこそいろんな情報が入ってきやすいとは言っても、なかなかそれを体感また体験できる環境にはない。だからこそ島独自のものが残るとも考えられますよね。やはりあの隔絶感っていうのは当然あるでしょうし、でやはりあのなんですかね、飛行機とか船とかですね、交通の便とか、例えば電話とかインターネットとかっていうのは言ってみたら長い歴史の中ではほんの最近の話ですから、やっぱりそこに住んでる島民の人たちっていうのは、自分たちの先祖なんかがやはりどういうふうなことを考えながらそこでその離島っていうかね、隔絶されたところで生きてきたのかっていうことをやはり知っていらっしゃると思うんですね。ですからそれだけにあんまりインターネットとか電話とかいろんなね、その都会から人がやってきたりとかしても、まあ、確かに若い人はそれにね惑わされて都会に行ってしまうような人もいるかもしれませんが、やはりそこにずっと根を下ろしているような人たちっていうのは、何がですね、やっぱ穏やかな表情をされていらっしゃいますよね。何が来てもあの何ですかね、それこそ本当にあの季節風が吹こうが台風が来ようがですね、一時昭和30年代の終わりから40年代ぐらいに離島ブームっていうのが日本中で、まあ、席巻したんですよ。沖ノ島とか佐渡島とか五島にもたくさんの若者が行ったんですね。でそういうふうな時には確かにあの民宿が流行ったりとかしたんですけれども、でもそういうふうなものもですね、今やもう廃れてしまっている。で向こうのそのいろんな離島の島民のその年配の人たちに聞いてると、やっぱそういう波はあるんだと。それこそ本当にあの離島ですから、もう波の打ち寄せみたいなものはですね、もう日常茶飯事に見てるわけですよね。
まあ、それでもやはり何か変わらないものがそこにあるっていうですね、そういったものを例えばその港のところから沈んでいくような大きな夕日を見たりですとかね、みたいなことをその毎日のようにほとんど見てるとですね、やはり何か大きなものの中で自分たちは生かされてるんだっていうような形のこと、それが何かその島民の人たちの落ち着き感みたいなですね、そういう落ち着き感を背景にやはりいろんなものが純粋培養されていくっていうようなですね、そういうふうな魅力がこの離島、特に日本海沿いの離島にはですね、冬場が厳しいだけに季節限定のものがそこにある、はい、それを宝としようとしてるっていうですね、そういうふうな感じは受けますよね。いやー、いろんなところがあるんだなというのをまた改めて知ることができました。日本の風景、離島を今日テーマに、ね、お話を伺ってきましたが、日本海側やっぱり短い夏だからこそ今の時期にしか味わえないこともたくさんあります。冬に訪れるのは大変だからこそ今に行っておくっていうのもいいかもしれませんね。ぜひ皆さん、この夏の旅先、日本海側の離島というのはいかがでしょうか。お話は清水正弘さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。